サザンカの宿が大ヒットした演歌歌手の大川栄策さん。ドッキリ番組での騙されっぷりが伝説になっていますが、現在は何をしているのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。大川栄策さんのプロフィール。本名、荒牧逸造。生年月日、1948年10月30日。出身地、福岡県大川市。身長169センチ。血液型 A 型。学歴、佐賀県立佐賀商業高校。所属事務所、大川栄策音楽事務所。経歴、生い立ち。家具職人の父親のもとに生まれ、男臭い環境で育ったという大川栄策さんは、パワーあふれる強い男になりたいと、一番硬派だと思った空手を始め、九州大会団体戦で優勝を果たしました。高校卒業後、同郷だった作曲家の古賀政男さんに弟子入りを志願しようと単身で上京します。しかし、弟子入りは認められず、門前払いの毎日でしたが、それでも諦めきれず、古賀さんの自宅に通い続けると、数ヶ月後に熱意が通じ、ようやく入門を許可されました。古賀さんは当時300人以上の弟子を抱えていましたが、直接古賀さんの指導を受けながらデビューのために歌のレッスンを積みました。そして1969年、21歳の時に面内千鳥で演歌歌手デビューを果たしました。芸名の大川栄策という名前は出身地である大川を栄えさせる大策という由来で師匠の古賀さんに名付けられました。その後も地道に歌手活動を続けていた大川さん。1982年、33歳の時にサザンカの宿が180万枚の大ヒットを記録します。サザンカの宿は当時としては珍しい不倫がテーマの曲で、同じ時期に不倫を題材としたテレビドラマの金曜日の妻たちへも高視聴率を得ていました。大川さんは世間がこの歌詞を受け入れてくれるタイミングだったのでしょう。時代が僕に味方してくれたのだと思いますと振り返っています。翌年の1983年、日本レコード大賞や有線大賞など様々な賞を受賞しました。 NHK 紅白歌合戦にも初出場し、以降4回連続で出場しています。その後2002年に大川栄策の実弟という設定の覆面歌手 EO 名義で J-POP の楽曲ビクトリーロードをリリースしました。近年は筑紫竜平というペンネームで作曲もこなしています。また2006年には駅がヒットし、2007年には演歌界初となる配信限定12週連続リリースも刊行し話題になりました。意外な特技。大川さんの出身地である福岡県大川市はタンスをはじめとした大川家具の産地として有名です。自身の父親も家具職人だったということもあり、大川さんはタンスを担ぐという特技を持っています。デビュー当時からキャンペーンのたびに特技のタンス担ぎを見せていましたが、1984年を最後に公の場ではこの特技を封印していました。その後の2006年、駅のキャンペーン中に京都駅前で24年ぶりにタンス担ぎを披露。2016年にはバラエティ番組、スター今の限界名鑑で、今の大川栄策は何キロまでのタンスを担げるかという検証が行われ、30キロのタンスを担ぎました。お色気ドッキリで。サザンカの宿がヒットしてから、大川さんはフジテレビの番組、スタードッキリマル秘報告のターゲットとしてたびたび出演していました。番組での大川さんの騙されっぷりは今でも語り継がれています。ゴルフ場のキャディーに扮したお色気仕掛け人を見た大川さんは、胸元をチラ見したり、誘いのままに手足をタッチしたりするなど、いやらしいリアクションを重ねたのです。まんまとドッキリにはまったその姿が視聴者に受け、今では伝説となりました。2016年には年末の大人気特番、ダウンタウンのガキの使いやあらへんでの笑ってはいけないシリーズに出演。伝説となっていたドッキリの場面を再現し、笑いを誘いました。
恩師古賀正夫さんとの関係は？高校卒業後、同郷だった古賀さんの弟子となった大川さん。古賀さんにとって大川さんが最後の内弟子でした。デビューするまでは古賀さんの自宅の庭掃除や廊下の雑巾掛けをしたり、車を磨いたりと家の手伝いをしながら歌手の修行をしていました。古賀さんの家に出入りする芸能界の人たちの立ち居振る舞いを学ぶことが目的だったそうです。大川さんは古賀さんについて、デビュー曲もその後の活動も大変お世話になったと語っています。しかし、古賀さんが作曲した大川さんのデビュー曲、綿内千鳥は有線などでは評判を呼びましたが、盲人を連想させる差別用語として多くの局で放送禁止になってしまいました。そして古賀さんはサザンカの宿がヒットして大川さんがブレイクする4年前に亡くなりました。2003年に歌手生活35周年を迎えた大川さんは、恩師である古賀さんの代表作を収録した CD を発売しています。現在は？大川さんは2015年に大川栄作歌謡塾を立ち上げました。プロアマ問わず、大川さんからレッスンを受けられるといい、カラオケ発表会&大川栄作賞や鬼怒川温泉バス旅行などのイベントもたくさん企画しているようです。大川さんは、熟年世代の皆さんはとてもカラオケが好きなんです。でも、ただ歌うだけではなく、人前で発表したいという気持ちを持っているので、この塾を開催しました。長寿社会の中、人付き合いは大事なので、いろんな人と交流する場所を見つけるのが大事です、と語っています。また、自身の歌手活動も精力的に続けており、現在も年2回のペースで新曲を発表しています。演歌不振の時代にヒット曲をリリースしていた大川栄作さん。ドッキリでのいやらしさはご愛嬌ですね。恩師である古賀さんに対する熱い思いも伝わってきました。今後、歌手活動だけでなく、バラエティ番組にもどんどん出演してほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか？多くの人に歌の楽しさを伝えてほしいと思った方は、高評価お願いします。また、この件に関して、コメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。